本日一頭目は塩原元湯温泉大井出館で日帰り入浴しました。混浴の浴槽が5つある温泉天国でした。二頭目は腹ごしらえの後100円玉を握りしめてもみじの湯で入浴するっちゃ。ということで今回の動画は大井出館の動画の続きになります。山奥の大井出館から塩原温泉へ下ること約13分 7.4km で小ヶ谷食堂へ。スープ入り焼きそばが有名な超人気店。スープ入り焼きそば大注文します。あ、すみません、2022年現在は台は800円です。有名人のサインを見ていると楽しいんです。食後のスイーツは塩原温泉が一押しするどて焼きをいただきます。美味しいのを食べた後は本日二頭目の美味しい温泉に行きます。ここは何度か入浴済みで私の動画4本にも何気に登場しています。
この後カメラをしまって、もみじの湯にしばらく全集中して、美人泉質の炭酸水素塩泉が入った極上湯に抱かれました。周辺はもみじの木立になっているので、新緑や紅葉の季節には特に色鮮やかな木々を眺めながら最高の気分で入浴できます。ちなみにもみじの湯は紅葉時の入浴動画をはじめ、真っ暗闇のもみじの湯、雪の中のもみじの湯の映像が収録された動画もありますので、よかったら覗いてみてくださいませ。チャンネル登録と通知設定にグッドボタンを押してくださいね。ありがとう、サンキュー。あ、あなたは先日善光寺の仲見世通りにいた人ですよね。え、何かご用？あ、人違いでした。すんまそん。あ、思い出したぞ。柳津町の甘まんじゅうの人だ。残念、それは私の姉ですよ。この後はビジターセンターと道の駅に寄っていきます。ご視聴誠にありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。Thank you for watching until the end.